えー、皆様、いつも大変お世話になっております、楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。えー、今回は、えー、最後のパートでございますが、えー、70分たっぷり日本株と題しまして、えー、お話をさせていただきます。えー、副題がウィズコロロナ時代の日本株株投投資資テクノロジー株投資と いいうことでございますで、えー、時間がですね70分ということでございますので、えー、大体16時、今からですと25分ぐらいまで、えー、やりますけども、えー、最後に10分ぐらい質問のコーナーをお設けたいと思いますのであの YouTube の書き込みのところに、えー、書き込んでいただけるとおいいかなというふうに思います。はい えー、あのこれですね、毎週金曜日の夕方に楽天証券投資ウィークリーというレポートを発行しておりますので、まあ、ご覧になってみてください。で月曜日にその内容の動画もあの見ておりますので、まあ、動画の方が分かりやすいかもしれませんので、こちらの方もご覧になってみていただけるとありがたいです。はい、えー、っとですね はい、こんあの今回のメニュー、こういったところを考えております。あのやはり、ですねこのウィズコロナというものがどういうものなのかということを知っておくと、状況を把握しておくということが、メーガー選択の上で非常に重要かなというふうに考えておりますので、そのあたりのことを少しお話ししておきます。そそれれかからら半導体関連 5G と IT あとゲームエンターテインメントですね、このあたり、私が見ている分野全体をお話ししたいと思います。あのいつもですね半導体ばっかり話してしまっているので、ゲームエンタメまでいけないんですけども、今回は少しまんべんなくお話ししようと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、まずですね今ウィズコロナどういうい状況にあるのかと いうことなんですけども、結局その第二波が到来してしまっているということです。で、おそらく第二波が少しやわらいでくるんでしょうけども、あのゴートゥーキャンペーン、えー、まあその他諸々の要因でですね、この新型コロナウイルスというのが日本全国に広まってしまったと。 そういううことはもう否めないいいだろうというふううとふに思いますそうなりますと今、その根本的な解決法がない状況です。治療法はかなり進捗はしているとは思うんですけども決定的に治す薬があるわけではないワクチンもまだ完成しているわけではないと。 いうことでありますので、まあこのままいけば第三波ということも当然考えておかなくてはならないということであります。まああの後半ですね、言われているのがその Go to キャンペーン第二段があるんじゃないかというような話もあるんですけども、まあもしそれがあるとするとですね、かなり日本でもやはり深刻な事態になるかもしれません。えー、死亡者数は日本確かに少ないんですけども、あの感染者はやっぱり治療しないといけませんので。 医療がもう持たないというようなことになりかねないということでありますので、そのあたりですね、やはりちょっと株式投資をする上でも注意しておかないといけないということだろうと思います。それかからあの今ワクチンは確かに開発中なんですけども えこれがそのドンピシャで聞けばいいんですけども、えー、聞かない場合あるいはその重大な副作用がある場合、えー、これはやはり長期化すると考えざるを得ません。で今ですね日本だけでそのこれもどん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 このワクチンあのこのウイルスというのは遺伝子変異が進んでいくわけですがあの遺伝子変異のその 大きな幹ですね、枝分かれした大きな幹が今、4本あります。最初に発生した武漢のもの、それから武漢のものがより強毒性になったもの、あとヨーロッパ,のヨーロッパに渡って武漢のやつが強毒性になったやつ。 それからヨーロッパからアメリカの東海岸に渡って同じように強毒性のものそれから武漢からアメリカの西海岸に渡って強毒性になったものですねこの4本があるというふうに言われてるんですが日本でどうもあともう1本できたんじゃないかと。 いうことが、これはまあテレビのニュースであったんですけれども、言われておりまして、第一波から第二波になる過程で、そのウイルスが日本で流行っているんではないかと。 というここでですす、まあの始まってからですね1月に始まってから8月も破壊月経っているんですがその間にその4本ないし5本大きな幹ができてしまっているということなんで来年再来年までこの問題が長引くとしたときにあと何本大きな幹ができ,できるのかで1つのワクチンでそれが全部効くのかどうかそういうこともまだ十分分かっていないと。 ということであります、まあ、やはり、えー、厄介な問題だというふうに、えー、考えておいたほうがいいだ,だろうと思います。まあ、そうなりますと仕事はやはり当面可能な限りオンラインということになります。であの政府がですね必ずしもその国民の安全なり何なりを考えて行動しているわけではないので。 あのやはりその特定の産業があのダメージが大きい、だからそのために、ある程度、その犠牲を覚悟の上でえで、ー、産業振興をやるという行動を、まあ、GoTo キャンペーンでやったわけです、今後もそういうふうな行動を取る可能性はあると思いますので、やはりここは企業と個人というのは、もう自衛すべき、自衛するしかないだろうというふうに思います。 ただまあこういうふうな変化は変化ですので、その生き残るためにはやはり国、企業、人が各々の投資をしなければならないということです。もしこの問題が長引くとするとです、ね、例えば3年とか5年、あるいはそれ以上、問題が長引くということになりますと、技術革新にはやはり影響が出てくるだろうと思います。あの投資をしなければ生き残れないということになれば、その投資はどうやってもやると。 いうことになるわけですけどもその投資の方向性ですねこれがかなり偏ってくるということが考えられるわけです一つはやはり IT 投資ということになります、まあ、あの非常にもオーソドックスな投資です要するにパソコンとネットワークの投資テレワークのシステムへの投資あとやっぱりテレワークのシステムを高速で使うということになると 5G がいいと でそれを支えるということになるとやっぱ、やはり半導体が必要になると、高性能半導体が必要になると。 こういうその広い意味での IT 投資、えー、ここにはやはりお金が投じられるだろうと思います。あともう一つは言うまでもなく医療への投資ですね、製薬だけではありません、医療機器とか医療器具への投資ということになってくるんではないかなと思います。えー、逆に言うと、今度はその移動するのはやはり危険だと、やめといてくれという話になってくると、移動にまつわる、これ物流はまた別なんですが、その人の移動にまつわる技術 技術というのはひょっとすると停滞するかもしれない、例えば自動車、乗用車の技術というのは停滞していくかもしれない、まあ、そういった変化ですね、えー、悪い変化も当然あるだろうというふうに思います。まあ、このあたりのことはですね、ちょっとまだ時間を置いてみないと分かりませんけども、 この辺りのことをちょっと念頭においてですね、あの銘柄を見ていく、銘柄あるいはセクターを見ていく必要があるかなというふうに感じております。はい。これがあの日本の新型コロナウイルス感染症の感染者数と死亡者数です。死亡者数は非常に少ないです。これあのいわゆるその超過死亡、平年並み以上に月間で死亡者が出たケースがありますので、それを見ては。 いるんですけども、それでもですね、やはり。 日本ははは死亡者数がが少なななないでですすこれがなぜなのかやりり結構大きな謎ではありますただ、この感染者数、ですね非常にトレンドとしては大きくなってくると、これでもし第3波があれば、この第2波よりもさらに大きい規模になるかもしれませんので、やはり用心するに越したことはありません。で、あのこういう病気の常なんですけども、あの少し時間が経ってからですね、 後遺症外のケースがいろいろと出てきてます、えー、軽症者であってもその予後が非常に悪いその長期間、体調不,安あの不全が続いてしまうと、えー、それからこのウイルスの怖いところなんですがあの血管を通じて全身に回りますので、えー、体の各部にもともと持病を持っている人たちにダメージが大きいそれから脳に到達することがあるということですね。えー、このの脳に到達するといいうのは結構怖い話 でありますので依然性を感染しないに越したことはないということであります、えー、やはりその集団行動が一番まずいんで、えー、それをやらないに越したことはないんですがその集団行動を油断してやってしまう人たちも いるんで結局その感染者数がなかなかその減らないというのは多分そういうところなのかなというふうに思います。まあそうは言っても諸外国に比べるとですねはるかにマシでありましてアメリカ第2波がなんとか収まり始めてはいるんですがそれでも大体月間で5万人ぐらいあの一日ですね1日で5万人ぐらい新たな感染者数が出てしまっているということなんでまあこの辺りですねどういう いう今後推移になるのかということになってくるかなというふうに思います。で、イギリスの場合相当ロックダウンしたあの年伏さをやった結果収まったんですが、またぶり返し始めてるということでまた経済活動を制限しないといけないと。 いうことですでイギリスの場合です、ね、この、えー、都市封鎖をやった結果、やはり金がなくなっていると、これは、えー、政府、企業、個人、各段階で金がなくなっているということなんで、えー、本当は経済を動かしておきたいのは山々でしょうけども、そうすると今度はまた感染者が拡大してしまうということですね、まあ、こういったもう強烈なディレムと言っていいだろうと思います。 はい、これはまあイピとして、えー、日本とアメリの欧米の状況を比較してみたんですが、やはりアメリカでのですね感染者が非常に多いというのが目につくわけであります。まああのこれ感染アメリカのこの530万人から死亡者等を回復者を引きますと今だいたい 300万人強とということになります人口の1%が病院に入ったり、あるいは自宅で療養しないといけないと、まあ、この比率がですねどんどん高くなってくると、何がしかアメリカの経済に異常な状況、経済が麻痺するというような状況、これが起こりかねないんで、ここはやはり要注意です。ただ景気ででうとですねこれをアメリカの場合 あの見た目の GDP はこれ、日本もそうなんですがだ、あの相当大きなダメージを起きてる、きてるんですけども、その株高による資産効果が明らかにえあります。 あのリーマンショック後からです、ね、例えばそのアメリカの401系確定拠出年金と IRA という退職年金ですね、えー、これ、入ってる人たちの残高でがその1、日本円換算で1億円を超えてる人が非常に多くなってるわけです。あの要するに株高によって、ですね相当そのお金持ちが増えてるということは言えるわけでありまして。 その資産効果が多分アメリカを支えているかなと、実際にその車が売れているということをです、ね、要するに移動手段として車が再び再評価されているあの、シェアリングじゃ感染リスクがあるんで、シェアリングはだめだと、やっぱり自分で1人で運転する自家用車。 が一番いいといととうことです、ね、じゃあ、あそれの元になっているのは何かというと、やっぱり株高ということになるわけです。これは日本もそういうふうな資産効果は、あ,のある程度、経済を支える要因になっているというふうに考えられますんで、まあ、そうなってまいりますと、その株高がどこまで続くかで、景気が変わってくるということもいえますんで、このあたりもやはり引き続き要注意と。 いうことになるかと思います。はい。まあ、そういうことでですね。えー、ちょっとこれあの、えー、治療薬ですね。治療薬この辺たり、えー、他にもいろいろあるだろうと思いますけども、あのまいろいろやってるということであります。あとワクチンですね。この えとモデルナという第3層に入っているワクチンと、あとファイザー、第2層のファイザーですね、まあ、このあたりが名前が出てきているわけであります。まあ、このあたりがその当たればいいんですけども、当たらなかった場合は、あ少しやはりワクチンの開発というのは長期化していくということもありうるということであります。はい えー、ということで、えー、ちょっと本題の半導体の方に入っていきたいと思います。あの聞いていらっしゃる方の中で、ですね半導体のお話を初めて聞く方もいるかもしれませんので、えーまあ、かいつまんで、えー、初歩的なところからあお話し,しますけども、えー、かなり半導体のまず重要分野なんですが、もう世の中のいろんなところに入っていると。 いうことでありますあのもう30年以上前からですけれども、大型コンピューター、VTR、パソコン、要するにコンピューターと家電ですね、ここに相当入り込んでいるということです。それからゲーム機、スマートフォン、それから最近ですと、やはりデータセンター向けが非常に大きいですね、データセンターの中のサーバー、小型のコンピューターです。それから SSD ですねあのハ、ハードディスクに代わって、 えー、難度型フラッシュメモリーを組み入れた SSD、えー、これを組み入れる動きがあ広がってます。この SSD を組み入れる動きはですね、パソコンでも今はもう急速に。えー 広がってますので、えー、そのあたりが実は難度の需要が非常に好調だということになっております。あの年末に出るプレイステーション5、これ、ハードディスクやめて SSD になりますので、そのあたりも一つの刺激材料になっているということであります。あと、ファクトリーオートメーション、ロボット、自動車。 このあたりも半導体の重要分野にはなるんですが、あの高性能半導体ということになると、ですねちょっと今、足踏みしてるかなということであります。例えば、ファクトリーオートメーションで、その完全自動化工場を作るという、そのための高性能半導体ということになると、ですねやはり結構難しいと。 いうことがあります。あのプログラムを作るソフトウェアを作るのが結構難しいということがありますんで。でえー、これはまだ先の話かなということです。それから、自動車もあの半導体はどんどん入ってはいるんですが、その最先端の分野ということになるとですね、えー、じゃあ自動運転がどうかというと完全自動運転というのは？ 今、ちょっと足踏みしているのが実情ですね。あの結構、大きな壁がありまして、完全,完全自動運転で事故がなくせるのかというと、事故はなくせません。完全自動運転にしてもやっぱり事故は起こします。非常に少ない数で割っても事故が起こ,る起こってしまうと。その時にどうするのか、ここがですね、ちょっとその o g l e とか、 そのえー、先端をこういうふうな完全自動運転で先端を走っている会社があるわけですけども、あのす今すぐにその完全自動運転の自動車を発売するというようなところまではまだ行っていない,い,ないということですね。えー、そううなってままいいりますとと半導体のの需要分野というのが 依然として、このデータセンター、スマートフォン、それからパソコンですね、このあたりの IT の分野に偏っているというのは、ちょっと否めないのかなと、ただ、今回のその巣ごもりの話、新型コロナによる巣ごもりの話で、この IT の分野がかなり大きくなってきているということも言えるわけであります。 はい、それから半導体の種類、大きく3つあります、これまずロジック半導体ですね、要するに CPU です、中央制御装置です。メーカーとして有名なのが、やはりパソコン用とサーバー用で、インテグ、それから AMD、アドバンストマイクロデバイスですね、それからスマートフォン用の CPU、それから CPU にいろんな半導体を組み合わせる。 チップセットというのがありますけれども、これの開発をやっているのがクアルコムメディアテ i a t それからサムソンファーウェイということになりますで。気をつけていただきたいのが、このクアルコムメディアテ i a t それからファーウェイですね、この3社については、 えー、TSMC という会社があります。これ台湾にある世界最大の半導体受託製,製造業者です。ここに生産委託をしているということです。あのこのですねロジック半導体の生産のその主力が実はこの TSMC 半導体受託製造業者と。 こここういうういいとととなりということですあのクアルコムというのは世界最大の通信用半導体のメーカーなんですが開発に特化していて自分のところでは生産はしませんこれはメディアティックもファーウェイもそうですでサムソンの場合は自分のところで生産はしてますということになりますとあの世界でですねこのロジック半導体それも最先端のロジック半導体を実際に生産しているのがインテル、TSMC サムソンと。 こういうことになるわけですでそこからちょっと落ちてグローバルファンドリーという、これもともと AMD の子会社だった会社で、今上場してますけども、そこになるということです。で、AMD はあの最先端の CPU あるいはサーバー用の生産は TSMC に委託していると。 いうこ,とですこの AMD が TSMC に委託したということで,です、ね、最先端品の増産が可能になっているということ、これはその AMD の今の成長に非常に重要なインパクトを与えているということであります。 それからメモリーなんですが DRAM と NAND 型フラッシュメモリーこの大きく分けてこの2種類があります DRAM というのはパソコンのメインメモリーですね大手がサムソン SK ハイニックスそれからマイクロンテクノロジーこれはアメリカの会社ですそれから NAND になりますとこれは記録媒体に使えるやつです SSD ですねそれに使えるやつですこれはサムソン あと、記憶あ旧東芝メモリーですね、それとウェスタンデジタルの連合、あとマイクロン、インテル、こういったところです。あと、ディスクリート半導体というのがありまして、これはトランジスタとかダイオードです。これについては、そうあの大きな分野ではありません。やはり半導体で中心になるのはロジック半導体とメモリーということになります。 はい、えー、ここでですねやはり大きな変化があ,あります、それはこの新型コロナの話で、ですねその家で、えー、在宅で勤務しないといけなくなった、それも在宅でそのかなり高度な業務を、えー、やらないといけなくなった。あその結果 普及型パソコン、これ、インテルのコア i5 クラス、プラスメインメモリーでいうと、大体4から8ギガバイトでハードディスク使ってますというところから、ですねやはり高性能パソコン、コア i7 でメインメモリーはやっぱり8から16ギガバイト以上、あと SSD を使っている、これだとかなり高速になります。こういった高性能パソコンに移らざるを得なくなってきているということであります。要するにパソコンの売りやす筋が変化していると。 これだけで,です、ね、実は価格が30%以上変わってきます。あと、インターネットの回線も、ですね今、やはり有線の高速回線を使っている家庭が多いと思います。まあ、数百メガ BPS から最大でいうと1ギガ BPS までなんですが、まだ1ギガ BPS 出るものを敷いている家庭というのはどうしても少ないと、これがその 5G スマホに変わってくるということです。 まあ少なくとも 1GBps 以上の実測では出るということになります。あの実は、ですね海外あの日本ではまだこの動きっていうのは鈍いんですが海外に来るとですね 5G スマホの主たるユーザーというかスタル最初の需要が遊びの世界ではなくてやはり仕事の世界になってきていると。 あるいはその通信会社でこういう使い方が仕事でこういう使い方ができますよというふうにその押すようになってきているわけですね。そこは実は 5G については大きな変化だろうと思いますあもともと 5G をその最初に押すときは何を押すかというとどういうテーマで押すかというとやはりその動画が高速でダウンロードできると。 ということえー、それから、えー、ゲームですね、えー、ゲームに使えるということなんですけれどもあの、こういうふうにそのうコロナの話が長引くということになってまいりますと、やはりこの 5G の持っている特性、とりあえず単純に回線スピードが速くなるということ、これがクローズアップされてきているということであります。 はいこれが世界半導体の出荷金額の3ヶ月移動平均です大体、えー、ですね2016年から18年の年初まで大きな波がありましたこれはまあ過去最度の波ですそこから一回大きく落ちてまた回復してきたんですが大体2019年、うん のを年初あたりにどん底といっても今回の底は結構軽いです。前回の底と今回の底と比べますと、これも表で一目瞭然なんですが、今回の底の方が大きく、あれですね。 えー、上に行っているということです。で、ところがですね。そこからあ上がってきたところで、このコロナの話がぶち当たってしまったということでありまして、今ちょっと足踏みということになってます。これ半導体の場合、あの世の中のいろんなところに入り込みますから。 え景気にはかなり連動的になります。ところがですね、最先端部分だけを見るとそうではありません。非常に活発な生産活動は行われているということです。これ TSMC の月次売上高の前年比です。これあの台湾上場企業というのは月次の売上高を あの開示しないといけませんので結構トレンドが見やすいんですけどもえこの13月とってみても売り上げが前年比で40%以上伸びました伸びた要因というのは 5G スマホ向けのチップセットの生産が活発だったということもあるんですが実は AMD 向けの えー、パソコン用、サーバー用の最先端、最先端というのはあのデザインルールで7ナノっていうのを使いますけれども、これのラインを使ったあー CPU ですね、これの増産がかなりうまくいったと。 ということであります、まあ、そこから一旦また伸び率が鈍化したりはしたんですけれども、最近はまた伸び率が上がってきていると。伸び率が上がってきている一つの理由は、ファーウェイのへの駆け込み出荷ですファーウェイ向け、ですね米中貿易摩擦の結果、9月15日以降、西側の半導体メーカーは、ファーウェイは出荷できなくなると。 いうことなんで、その掛け込みの出荷が今始まっているということです。ただまあそれ以外にもですね、えー、そろそろ、えー、あの新型 iPhone の 発売がいつになるのか9月10月にはあると思いますがまだ正式な日取りというのは分かりませんただそれを向けての CPU の生産これがもう始まっているということですちなみに iPhone の CPU というのは全量が TSMC が生産しているというふうに言われてますのでそのあたりがですね、今後寄与してくるということであります まこれがあの TSMC の容認開始期までのですねあの用途別売上高とあの前年比を見たものであります。やっぱりスマートフォンが大きいんですけども、そのハイパフォーマンスコンピューティング HPC と言いますけどもこちらが実は結構比率が高くなってきているわけですね。この HPC というのが最先端のパソコンそれからサーバーですねデータデータセンター用のサーバーと。 いいいううこここことととになっててきますすのの伸びが、えー、このから伸びびがからるということです、えー、スマートフォンの伸びというのはやっぱり 5G の伸びなんですが、この HPC の伸びはもうコロナです、えー、高性能パソコンと高性能サーバーがもうどうしてもいると、企業活動を維持する、要するに我々の経済活動を維持する上でもうこれが欠かせなくなってきていると。 ということでありますまあ、この辺りがですね一つ重要なポイントになってこようかなというふうに思います要するに最先端の半導体の分野の生産活動販売活動は非常に活発だということこれは一つ念頭に置いといていただきたいというふうに思います はい、え、これがインテルと a. M. D. の四半期の売上がての推移なんですが。これを見てもですね、やはりこの一三から四六にかけて、えー。結構前年比が上がっているということです。あの、インテルの場合ですね、あの。最先端の十七ラインの。 増強がなかなかうまくいかないということがありまして、LINE をそのサーバー向けの高い CPU に優先して回してます。ですんであので、特に個人向けの PC 用は生産量がそういうふうに、そう大きく上がってません。 えー、ところが、AMD は最先端の7ナのラインを TSMC に委託していますで。ここの増産がうまくいってますんで、伸び率としてはです、ね、まあ、規模の、絶対的な規模の違いというのはどうしてもあるんですが、伸び率は今、AMD の方が高い伸びになってきているということであります。Ryzen という、インテルの Core i シリーズですね、えー、それのちょうど対応する。えー CPU でライゼンというシリーズがありますが、こちらの評判が結構いいということであります。はい、でこれがサムスンの半導体部門の業績です。サムスンの場合、やはりメモリーが大きいんで、えー、メモリーの会社というのがどういうトレンドになっているのかということなんですが、この第2四半期46月期ですね、えー、見ても。うん ありますけども利益が上がってきているということですただちょっとメモリーについて注意しないといけないのがですね D r ラム等難度が価格が低下してきたということですね特に D r a m 価格が低下してきたということがありますまあ、これやはりどうしてもですね今コロナの影響で各国ともマイナス成長ということになりますのでその景気全般の影響はどうしても受けているのかなと いうことともう1つ、ですねパソコン不足がある程度効いてきているのかなということがあります。要するにインテルの,の CPU が、えー、サーバー向けに優先的に振り向けられているということで、パソコンが実際にはなかなか不足していると、AMD の増産だけではどうも足りないと。 ととといいいうことにひょっっしてなってなななるんじゃないかなと思いますパソコン不足ということになりますと、パソコンの中には CPU だけじゃありません、DRAM と NAND が組み込まれてますので、NAND はデータセンターででかい需要があるんですけども、DRAM ということになりますと、やはりパソコンの 品不足が起きているということになりますと、このあたりが需要の減少要因にひょっとしてなっているかもしれないということと、5G スマホの端末がですね、当初予想してたよりも、今一つよく売れてないということも結構大きいかなというふうに思います。あのその辺りのののあありちょっとととと目の見違いいいいううが今足元ではあるということでははるこすね、はい でこれが何指標なんですが、難度型フラッシュメモリーの指標です。ちょっと落ちてきたというのがあります。ただ、そう大きな下落の幅ではありません。で一方で、D、DRAM がですね軟化してきているということです。まあ、パソコンなのか、まあ、おそらく 5G スマホが見込み違いがあったということがあるだろうと思うんですけども。 あのー、スポット指標になるともっとだらだらと下がってます、えー、ただですねそろそろ底打ちなのかなという感じもしますこれからやはり年末に向けてですね iPhone と iPhone の競合が相手、えーまあえてファーウェイは 別に置いといても、サムスンとかシャオミオッポこういったところのスマホメーカーが当然増産してくると、5G スマホ増産してくるということは十分考えられますので、そろそろ指標も、DRAM の仕様もそこを打ちに来ているのではないかなというふうに思います。はい ああ 5G スマホの世界出荷台数の予想なんですけども、スマートフォン全体ではですね今期、多分10%以上を下落すると思いますけども、もう 4G はいいと、5G の方にシフトしようという動き、これは逆に活発になってくるんじゃないかなというふうに思います。ただ、実はですね 5G スマホで気をつけておかないといけないのが、5G スマホというのは、 4G のときのように10万円以上の高級品が主流になることは多分ないだろうと思います。えー、大体5万円から10万円の普及価格帯、あるいは5万円未満のレンカ版ですね、そのあたりが中心になると。それはなぜかというと、4G の場合、レンカ版の CPU は所詮安物使ってます。ですから性能も悪いです。えー 普及価格帯もそうです、えー。高級機が最先端を使っているということですね。えー、ところが、ですね 5G スマホの場合、今出ている 5G スマホは、えー、廉価版であれ、えー、普及価格帯であれ、えー、高級機であれ、みんな7ナノのデザインルー,ルール、最先端のデザインルールを使ったあ CPU を使っているということです。ですから、コンピューターとして、あるいは通信機器としての基本性能が非常に優れているということですね。 あと違いは、高級機と普及価格帯、あるいは廉価版との違いはカメラですね、カメラとかディスプレイの違いがあります。その程度のところに目をつぶるんであれば、もう安いやつでも十分な性能が出ると。 いうことです、まあ、このあたりがですね実は、えー、通信会社やスマホメーカーの販売戦略に、えー、影響してきます。日本では通信会社がまだそこまで割り切ってないんで、えー、高い価格帯のやつを売ろうとしてるんですけども、えー、5G スマホのことをよく知っている人たちは多分普及価格帯あるいは廉価版が出て,る出てくるのを待ってるだろうと思います。そそののりがですね、えー、ちょっとその、えー、需要側あるいは供給 が双方をまあ、特に供給側ですね売る方が目論見違いがあったなのかなということですこれはあくまでも短期的な問題だろうというふうに思います。 それからですねパソコンはおそらく去年で底打ちして、またあ一種成長軌道に乗ってきたかなというふうに思います。あのインテルの生産力に絶対的な制限がありますので、AMD でこれ、補うとしてもです、ね、なかなか補えない面もありますので、緩やかな回復になるかもしれませんが、えー、単価自体は、えー、上がってきているということですね。はい でまあ、製造装置の方向に行くんですが、あの半導体の投資分野というのはです、ね、デバイス、要するに半導体の完成品ですね、えー、それをやっているメーカーに投資するやり方と、半導体製造装置に投資するやり方があります。で日本の場合、どうしてもです、ね、そのデバイスがそう多くはないと。 アメリカの場合、デバイスメーカーがたくさんありますけれども、日本の場合、そう多くはないということになりますので、そうなってまいりますと、今度は製造装置ということです。製造装置になりますと、日本は世界を代表するような製造装置メーカー、これはもうたくさんありますま。代表例でえ言いますと 代表例で言いますとあの、東京エレクトロン、それからテッサーでいうとアドバンテスト、それから、えー、ウェーハーを細かくチップにくるディスコですね、えー、そういった会社、それから、まあ、最近話題のレーザーテック、これはあの、マスク血管検査装置といって、えー、ウェーハーに、えー、回路を描写するときに使うマスクという材料がありますが、それの検査装置です。 で何が重要なのかというと、これ、スマートフォンの基本構造の模式図なんですけれども。 えー、アンテナから電波が通信モデルに入ってきて、ベースバンドプロセッサー、これは通信とかあ通話を制御するやつです。そこからアプリケーションプロセッサーに入ります。で昔は、ですねこの通信モデルとベースバンドプロセッサーと CPU に直接メモリがくっつくって、カメラとかディスプレイ、キーパッドがその中にくっついているだけだったんですね。昔というのは大体5、6年以上前です。ところが、この5、6年で CPU にこの GPU とかいろんな 半導体がくっつくようになって、このアプリケーションプロセッサーというのができてきたと、これが非常に複雑になってきています。で、このアプリケーションプロセッサー、ベースバンドプロセッサー、通信モデル、全部一色単にして、1つの半導体として組む場合もありますし、おのの別に組む場合もありますけれども、この機能がどん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 膨らんできた結果ですね、同じ線幅での光で書いていると、そのチップのサイズがどんどん大きくなってしまうんですよ。 でスマートフォンというのは、最近、大型化してますけども、大型化には当然限界があります。ですから、その光を細かくして、細い線でどんどん回路を変えていかないといけない、ここに、こ,こ,これが微細化です。この微細化というのが非常に重要になってくるということであります。はい ちょっとすみません、ちょっとなんか不都合が起きてるようなんで、ちょっと申し訳ないです、ちょっと待ってください。はいでえー、とこの半導体製造装置のメーカー、どんなものがあるかということなんですがあの、これですね、こういうふうなテクノ分野に投資するときの一つのお約束と考えておいてください。まずトップ企業を狙うと こういうことですえー、日本で言うとあの前工程と後工程がありますあのシリコンウェアの上に、えー、回路を書き込んでいく工程が前工程で書き込んだ回路を、えー 細かく切って検査する工程、これが後工程ということになりますが、前工程でいうと、日本企業としてはやっぱり東京エレクトロンということになります。いろんな装置でトップシェアを持っているということですね。あと、専事用装置でいうと、スクリーンホールディングスということになります。それから、検査も重要なんですが、マスク血管検査装置でいうと、今、レーザーテック、それから KLA ですね、この2社の下線状態にあるんですが、 あの最先端の EUV 露光装置向けということになると、レーザーテックが今、独断場ということになります。で、この露光装置なんですが、えーっとですね、こういうふうにウェーハーの上にえー回路を直接書き込むという、まさにこれ、中核なんですが、ここでえ5ナノからあの7ナノから少しずつ入ってきた装置なんですけども、EUV 露光装置というのがあります。これオランダの ASML、AS これがシェア100%の会社です。あのここがですね、5なのから本格的にこの、e、UV 露光装置が使われていて、3なのでさらに使われると。 いうことになりますこの EUV 旅光装置をどれだけ確保するかということが、最先端の半導体をどれだけ作れるかということになってくるわけですね。ちなみにこの衛星は今、自主規制して、中国にはこの EUV 旅光装置をあの納入してません。ですので、中国では最先端は今のところ作れないという状況になっております。 はい、えー、これがあの、e、UV 関連ですね。あのまあレーザーテックもありますし、それから東京エレクトロンがコータィングデルッパーという装置、これで、e、UV 対応のものを市場シェア100%で、えー、持っているということであります。まああのこの辺りがあ市場でもお話題になってくるということであります。はい。 あのこの EV 露光装置、ですねあの順調に今、出荷が進んでますあの。コロナで一時的にちょっと受注がダウンしているケースあの傾向はあるんですが、あのそうほどなく回復するだろうと思います。というのは、TSMC の設備投資が増額になってきてますんで、あのこのあたりはあのちょっと力強い話だろうと思います。はい えーまあ、あの今、こ、えと、ー、からです、ね、こ,れこれまで7ナノだったものが5ナノの量産が開始、まず第1弾は新型 I iPhone に納入されるということですで。来年になりますと5ナノの増強と7ナノの新設投資が始まって、22年は 3, 3ナノの量産がスタートするということ、大体このあたりがスケジュールとして固まってます。 であとですね、この3ナノに行く少し前に、4ナノをやるという話も TSMC で出ているということです。で、その後のスケジュールはまだ分かっていませんえ。おそらく3ナノの量産開始スタートから 2, 2年ないし3年で2ナノと。 いいううこととになるだろうと思いますでそこから先、多分2年ないし3年ごとに1.5ナの1ナのいくんじゃないかなとは思いますが、そのあたりのスケジュールはまだあよく分かっていないということですね。えー、それから、あの何度かのフラッシュメモリーについては、今どんどん多層化が進んでいる、それから DRAM は微細化と高速化が進んでいるということです。ちなみに DRAM の一部の工程で EUV 旅行装置を使って微細化、それから高速化を進めると。 ということになります、えー、ですので、えー、実はですね半導体設備投資、この不況の中でもあの、世の中全般もは,はっきり不況ですけれども、非常に堅調だということです。これはあの日本製と北米製の半導体製造装置の販売高のトレンドなんですが、まあ、6月までは前年をずっと上回っていると。 いうことです日本製でいうと、6月は前年比31%増ということになっていて、結構やはり高い伸びになっている、それから北米製もそうだということであります。でこれ、大手の設備投資の計画なんですけども、やはり TSMC がこの第2四半期、4、6月期の決算説明会で、情報修正してきたと。 こういうことでですねでおそらくもう一段の情報修正あるだろうと思います。あと、インテルは計画を変えず、サムソンは計画出してないんですけども、おそらく結構大きな投資になってくるかなというふうに思います。あのサムソンの場合、メモリーだけじゃなくて、ですね実はインテル、TSMC がやっているファウンドリーというその受託生産ですね、こちらの方を非常に熱心に考えていると。 こういうことなんでこちらの投資もあるということです。まあこういうふうに考えていくとですね、あの半導体の設備投資自体は順調に伸びていくというふうに思います。ただあの短期的にですね、その不安感もやはり出てきていると。 いうことでありますあの東京エレクトロンとかスクリーンホールディングスのような前工程についてはあんまり不安感というのはありません。前工程というのは半導体設備投資の大体いい7割から8割が前工程でありますのでここはもう大きなか計画で着実に進んでいくと。 いうふうになってまいるんですけども、そのアドバンテストとかディスコのような後工程の場合は、その時々の需給関係あるいは心理的なものも含めてですね、心理的な景況感を含めて揺れ動く場合があります。アドバンテストの場合、まあ今回の決算説明会で経営者がはっきり言ったのが、9月15日以降のそのファーウェイ向けの半導体が 西側の半導体メーカーからハーファーバイ向けには納入できなくなる。 その後の,その半導体需給に対して、OSAT という業者がこの世界でありまして、後工程の処理だけを専門にある業者です。台湾に一番いいんですが、中国でもいい、あとシンガポールにもあります、日本にもあの何社かあるんですけども、この OSAT のそのテスターへの発注が非常に鈍ってきているということですね。このあたりが実は半導体体設備投資全体に対して ちょっと警戒心を呼び起こしてしまっている、そういう傾向が出てきているということです。ただまああのアドバンテストの説明会によりますと、その需給関係がちゃんとまともな状態になるのに半年ぐらいかかるんじゃないかと。要するにテスター受注がまた活発になって伸びてくるのに。 来るのが今年の第4四半期1、3月からではないかということですで、この世界というのはですね株を考えるときに大体半年から1年数ぐらい先を読みながら考えるわけでありまして実際にこの来年の1、3月期にですね 決済受注が回復するというそういう見通しが立つというんだったらむしろ今押したところでは買っていていいと株は買っていていいという考え方は成り立つだろうと思いますそれから TSMC が今回の4 6月期の決算説明会で言ったのがそのファーウェイ向けが欠けたとしてもあとはもうすぐに埋まるんだということです例えばファーウェイの同業他社の 5G スマホの増産 それから AMD のパソコン向けサーバー向け CPU の増産、それから NVIDIA ですね、NVIDIA の最先端あのグラフィックチップの増産。 あそういったものがいろいろあるということですね、実際にこれまで TSMC というのは、のラインが全然足りなかったんで、断ってた案件もおそらくあるはずです。そういうものがですね、ファーウェイ向けがなくなったことによって、表に出てくるということがありえますんで。 えーまあ、私自身はそう心配しなくていいかなと思っているんですけども、心配する人もいますんで、ちょっと株価がですねそのあたりで下の方に変動してしまっているということはあるんですが、私自身は少しもう中長期で見たときには、買っていていいんではないかなというふうに考えております。 あとレーザーテックなんですけども、あの今回出したこれ6月決算なんですがあの6月決算でですね、えー、今期始まった期2021年6月期の売上見通し30%以上伸びますと、ただ営業利益は10%の伸びになります。これは研究開発費を積みますからですということです。で、あの確かに利益の伸びが鈍化してしまうというのはもうこれ競争がありますんで競争というよりもそのどんどん。 どんどん最先端になるに従ってですねやっぱり開発は難しくなっていく。 いうことがあります、まあ、あのそういう意味では、ちょっと業績の鈍化というのはあの株価に響いてしまっているということです。あともう一つ、競合の KLA が2022年,年から23年に EUV マックス血管検査装置の施策を投入するということです。これは EUV 光を使った施策機なので、今 EUV 光を使ったマックス血管検査装置はあの世界でレーザーテック以外やってません。ここレーザーテックの独占なんですけども22年から23 3年投入するということなんですが実はこれ投入するのは試作期ですえここから評価に1年かけるということになりますので少なく見積もっても3年から5年はこの分野というのは実はレーザーテックの独単上ということですえ実はですねレーザーテックの私もちょっとこれ勘違いしてたんですがレーザーテックのその、e、u v マックス血管検査装置が本格的に量産ラインで使われるのは 5nm ではなくて 3nm からなんですね えー、3ナノになると、さすがにも e u v 鋼を使った血管検査装置でないと、マスクの血管検査できないと、そういうことになりますと、今、受注弾として持っているのは、おそらく3ナノ向けです。ということは、ですねこれから受注弾として受注した時に積み上がっていくのも3ナノ向けということになります。ということは、ですね3ナノはレーザーテックがの独断状になると。 いうことになりますので、実はあの22年から23年に EUV 向けの血管検査装置ので競合が始まるというような受け取り方をしてた人は多かったと思うんですけれども、これは逆に言うと、ですね当面、3ナノの時代もレーザーテックの独占状態は変わらないと。 いうことになるわけであります。で、ちなみにその後の2なのになりますと、技術がひょっとしたら変わるかもしれません。まあ、あのそのため、それに対応するには研究開発費を積みます。しかないということなんですけども。 これはもう必ず、えー、生きてくる話になりますので、まあ、業績の鈍化というのは多分今季、期限りで、来年度になるとまた高い利益成長になるのではないかなというふうに考えております。あと、あとディスコについては、ですねこれ、世界の半導体の工場の稼働率に依存しますので、稼働率そのものは結構高い状態ですので、またディスコ、もう業績と株価が立ち直ってくるんじゃないかなというふうに思います。ス、えー、スクリーンーンンホルディングスについてはですねあの 今週末、レポートを出しま,す出し,ました、一応、いい評価として考えておいていいかなというふうに思います。過去2年間、いろんな要因で業績が悪化してたんですが、その悪化要因を一応、解決はついたということですね。今期の会社予想、増収増益になってますが、この予想をもし維持できるということになりますと、来期も増収増益というふうに考えておいていいだろうと思います。 はい、まあ、これが東京エレクトロンのグラフなんですが、着実に右肩上がりの成長路線に変えているということであります。まあ、これ、業績ですね、えー、2桁増収増益、これは多分いけるんじゃないかなと思います。えー、アドバンテストのこの受注がやはり問題になっていると。 こういうことですね。で、アドバンテストの場合、ちょっとネガティブな要因がありまして、ここ世界でロジック半導体やってるのがですね。アドバンテストとアメリカのテララインしかありません。で、テラーラインが、えー、新型 iphone 用の cpu の検査装置を。 の受注を取ってますでアドバンテスはそこが受注がうまくいきませんでしたということなんで、えー、ここがですね、ちょっと今期の業績についてネガティブな要因にはなってます。えー、ただ、逆にメモリーテスターの分野では、依然として順調な受注、あの高いシェアを持っているということと、アップル向け以外の,の 5G 用の 検査装置ですと逆にアドバンテストの方が進んでますんでまあ、そこはそう大きく心配する必要はないかなというふうに思ってますこれが全社業績ですねまあ、今ちょっと落ち着いたところにはあります業績予想こんな感じなんですが多分情報修正あるんじゃないかなと私は思ってるんですけども えー、あとです、ね、システムレベルテストという、あの半導体の組み合わせをチェックするテス,ターです、ね、あのテストシステム、この事業をやってますんで、これが新たな収益源になってくるかなというふうに思います。 これがレーザーテックの受注高なんですが、今、ちょっと一服してますね、第2四半期、第3四半期で受注、どの程度入ってくるのか、ここが要注目ということになります。受注残が多分今年度末で1000億を超えるであろうと、まあ、この受注残そのもの、相当高水準ということになります。業績予想なんですけども、若干情報修正があるのではないかなというのが、私の見立てであります。 ディスコもあの水準としてはあの高い水準の売上の状態にはなっているということですね、これも今期、増収増益というのは、増収増益に転換するというのは見込んでいいかなというふうに考えております。はい、あとシリコンウェハーなんですが、信越がいいかなというふうに考えてます。 えとシリコン a i 4 6月期ね、えー、回復しました、えー、これですね、在庫の積み増しもありますし、実需もあります、ロジック、メモリーとも伸びてますんで、その実需というのもおあります。 あのなんで信越の方がいいかというと、今、アメリカの景気がある程度回復してきてますんで、信越はアメリカで塩ビジュチとか化学品のビジネスもやってます。ですので、そのあたりに回復感がどうも出てくるかなということと、あとあのシリコンウェア波でいうと、ですね信越はもうほとんど全部、あの長期特に主力の300ミリについては、長期契約価格で9割以上確保してますんで、あの価格は安定しているということをですね、 えー、サムコはそこがやはり価格はちょっと不安定なところがありますので、まあ、シリコンエアで買うんだったら少し中長期で、信越価格考えてみていいかなというふうに思います。まあ、サムコの場合、あの株価の変動が結構ありますので結構そこを見て投資する場合はいいのではないかというふうに思います。あととなんですすがちょっっ端折って言いますけども えもう、送受信が高速化する、それから同時多速、低遅延ですね、えー、これですで。送受信高速化のチップについては、もうすでに出てます。で、同時多速と,続と低遅延、えー、これを全部含めたフルバージョンが出てくるのが、多分来年だろうと言われてますんで、えー、来年になればフルバージョン、がフルスペックが出てくると。で、さらにそのフルスペックが最高性能に向けて洗練されていくの が2年後ないし3年後と。 ということになりますので、おそらくチップとしては5ナノではなくて3ナノ以降の時代に最高性能が出てくる、そういうふうに考えていいだろうと思います。まあ、用途としては、ですねやはりスマートフォン、タブレット、PC というのがありますし、ゲーム、エンターテインメント、あと放送や通信について、医療についても大きく変えるんですが、まあ、とりあえず仕事で使うネットワークとしては、非常に高速になってくるということですので、まあ、先ほど申しましたけど、 むしろ日本以外の国ではこういう仕事でどうやって使うかということを通信会社、あるいはスマートフォンメーカーが提案していているという傾向があります。はい、このああたりり価格は心配されんんですが決して高くありません それからあの今周波数帯はですね 4G で使ってたサブシックスっていう周波数帯使ってますがミリ波が今後のポイントになってきますまあ右端ちょっとあの扱いにくいっちゃ扱いにくいんですがこの用途開発が進みますと結構普及が進むかなと特に個人用だけでなくて産業用の普及が続くかなかということです関連銘柄こんな感じですまあ以前から申し上げている関連銘柄とそう対して変わりません。 けども 基地、まあ、局と通信設備ですと、富士通と NEC ということになります。あと、通信ソフトウェアですね、富士ソフト以下、あいろんな会社があります。あと、ちあの注目しておきたいのが、ネットワークインテグレーターですね。5G というのはあの、無線の部分だけでは高速化できません。有線のにかなりぶっとい回線を使,使わないとだめだということなんでえ、ネットワークインテグレーターとしては、日本電機、富士通、伊藤中テクノ、それからネットワンシステムズ。 良くくなってきてててきますんで注目してみてください、えー、あと、えー、計測器でいうと安律、安ん電子部品でいうとムラタ、村田 TDK 太陽有電等ですねあとやはり半導体が重要になってまいりますので、半導体製造装置の各社、あこのあたりが重要な会社ということになってまいります。 はい、電子部品でいうと村田と TDK ですね、やはりスマホ向けのチップとあの電子部品ということになります。で注目したいのが実は TDK でありまして、スマホ用の電池でせ世界シェアが4割から5割ですあの。先ほど申しましたけども、もし本当に 5G スマホの中心が普及価格帯、あるいは低価格帯、電化版ということになるんであればです、ね、あのこれ実は村田がやっているようなその高級 電子部品よりも中級の価格帯のやっぱり安い電子部品が使われてくると。 いうことになってしまうわけですところが妥協が絶対にできないもの妥協しないものが二つ以上ありますそれは半導体と電池なんですねあの 5G のように高周波の周波数帯を使う場合は電力の消耗が非常に激しくなりますので電池は妥協できませんで、この電池ではやはり TDK というのは世界的に本当に強いわけでありまして電池の,の投資というものをですねちょっと中長期で考えてみていいんではないかなというふうに思います これが村田政策所の業績予想なんですが、今期はやっぱりちょっと減金になるだろうと思います。回復は来からなと かなという,ふうに考えております、えーまあ、もともと通信に非常に強い会社だということですね。えー、それからこれ、TDK なんですが、今期、多分情報修正あると思います。これは何かというと、やはり電池ですね、電池の伸びを会社予想が十分織り込んでいないということです。で、TDK の困った問題というのが、えー、買収したセンサー事業、赤字垂れ流しということです。それから磁石の事業、磁気応用製品。 って書いてますけどもこれが赤字に転落したということです、えー、この部分はなかなか解決難しいですただそれを上回る魅力がエナジー応用製品これが、えー、だいたい電池ですこの8割ぐらいが電池です、えー、電池で、えー、もう利益のほとんどを稼いでいる会社だということですんで、えー、まあ、赤字部門が垂れ流しになってるというネガティブな要因はあるんですけどもこの電池の事業に TDK、えー、注目してみたいなというふうに考えております はいえー、それからです、ね、通信ネットワーク、結構増強が続いているんですけども。 えー、こういったものを全部含めて見たときに、日本電機に注目してみたいというふうに思います。あのこのです、ね、テレワーク時代の場合、ですねあの単にシステム開発をやるだけじゃだめです、えー。ネットワーク構築は実は非常に重要になって、えー、まいります。で、ネットワーク構築の何が難しいかというと、ですねやっぱり最近ではセキュリティの問題ですね、これ、なりのふすましで、えー、ネットワークに入ったことになって、悪さされたんでたまらんと。 いうこことでありますこれ全従業員がその在宅で勤務するということになりますと、このセキュリティー、かなり重厳重にかませないといけない、それからパソコンの大量調達ができるのかどうか、こういった問題もあるわけです。そういう総合力で言いますと、日本にはこれはもう2社しかありません、日本電機と富士通です、この2社以外にはやっぱり大手としてはありません、ですから日本電機と富士通、ぜひ注目しておいていただきたいと思います。で日本電機何で上げるかあ というと、まあ、これまであの過去何年もの間です、ね、業績メタメタだったわけなんですが、やっと回復してきたということですね、それから、まあ、富士通もそうなんですけども、5G の基地局、これに強いということです、ネットワークインテグレーターとしても優秀な会社です、であと、ですねやっぱり AI と量子コンピューターに力を入れていると。 ここは私は実は私実評価しておりますあの量子コンピューターでもあの簡易型の量子アニーニング型っていうのがありますがこれの,あのモデルをあの新型をですね2023年に実現してサービス開始するという話ですのでここは実は期待しておきたいなというふうに考えておるところです。 あと、安立ですけれども、受注がですね第一三期回復してきているんで、これはいい傾向であります。5G スマホの開発計画は結構多いですね。ですので、測定時需要は増加、期待していいかなというふうに思います。はい、こういう受注のトレンドが、やっぱり上向きのトレンドですね、ジグザグなんですが、上向きのトレンドがありますんで、また株価、回復してくるんじゃないかなというふうに思います。 はい、あとゲームエンターテインメント、ちょっと若干回数なんでになりますけども、えーとですねえー、まだまだ巣ごもりが続いているというのが現状であります。えー、日本でいうと、ですねあの2月の下旬から音楽ライブ、映画、映画演劇、テーマパーク、全部中止になりましたと。 でリアルのエンターテインメントのユーザーっていうのはどこの国もそうなんですけども大体人口の8割ぐらいいるもんですえ、えー、その日本でいうと大体1億人以上自粛してしまったと いうことですね自粛して何もやることがなくなったんで、要するに集まりどうするつもりになったということであります、これが実際です。ですので、今、あの n t e n d s w i t c h のハードですねあの、やっぱりちゃんと作るようにはなってるんですが、出荷しても出荷しても18していくと。 特に日本で品不足が強いというのはこういう事情にあるわけですおそらく実需で1000万台から2000万台ぐらいあるはずですあの家庭用ゲームの,その販売台数というのはですねソニーと任天堂合わせてもせいぜい年間で国内だけで500万台ぐらいしかないわけですそこにこの1億人以上の人たちのリアルエンタメのユーザーのほんの一握りが集まったとしてもですねやはり瞬間蒸発していくと いうことですでこれは ps 4も同じですあの任天堂スイッチほどではないんですけどもやっぱり中級以上のゲームユーザーの凄む日を取り込んでいるということですどうもこの傾向がしばらく続きそうですしばらくというのは要するにちゃんとしたワクチンが開発されて、えー、日常生活を取り戻すまでということになりますあのちなみに映画はもう あの席を2つ、席1つ空けてということなんですが、これ、映画館は再開、演劇も再開です。で演劇は客は戻ってきています。映画はなかなか今、えー、客戻りません。音楽ライブは小さいものだったらできるんですが、大規模ライブはなかなかできないということですので、こういう面からもやはりすごい商品といいますか、まあ、オンラインの商品ですね、オンライン,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 ラインでのエンターテインメント、こういうものが。 出てきているということであります。はい。まあリアルエンタメ上旬に再始動はしてます。あの経産省でですね、J ローとライブっていう878億円の補助金を使ってこの再始動を支援しています。ですからあの結構出し物は多くはなっているんですけど、出し物多くなってますし、あのチケット買う人も多いんですが。 やはりですねそのコロナを怖がる人もやっぱり多いわけですね、そういう意味では、完全復活という、リアルエンタメが完全復活というところにはまだまだ行ってないのかなというふうに考えております。はい アメリカはもっとひどいですね。アメリカはまだ映画館、回復していません。7月下旬から映画館、回復してきてはいるんですけども、まだ数は少ないです。ブロードウェイは来年1月からというふうに言われています。ヨーロッパもそんな感じです。ですので、スごール需要の規模というのは、実は日本より大きいです。 でリスクはやっぱり不況ということになります。不況になるとお金なくなりますので、今はまだあの特にあのアメリカでいうと、ですね、株高の資産効果等はありますので、えーまあ、そのあたりも効いてきているかなというふうに思います。えっとですね、実はは東方とアミューズには注目して たいいなという,ふうに考えておりますこれ演劇がオンラインも含めてオンライン配信も含めて、えー、再開に向かっていると再開し始めているということをここちょっと注目していきたいそれからアミューズですねこれ第1四半期黒字でした第4四,四半期赤字だったんですが第1四半期黒字これなんでかというとですねやっぱり配信をやることによってロイヤリティが入ってくるわけですね枠け前が入ってくるということになりますんで、えー、このあたり一つ注目点かなというふうに 思っております、はいまあ、あのこれ、日本のライブエンターテインメントの年間売り上げ高ですが、こういうふうに右肩上がかりだったところが、パタッと止まってしまった。 これライブネーションエンターテインメントって言って欧米で活動してる、あの、工業の会社ですね、あの、チケット販売とか工業をやってる会社です。これもパタッと止まってしまった。ま、そこが、やはり家庭用の中に、入っていったということであります。ま、アミューズ等々法ですね、こういう観点から、ちょっと注目してみたいなというふうに思っております。それからゲーム株、やはり、ま、任天堂ですね、今期の業績かなり、出てくるだろうと。 これ、任天堂の業績予想なんですが、今回、会社予想をただ単に第1四半期だったということと、もう一つです、ね、で巣ごもり需要が任天堂のソニにも短期間だというふうにどうも捉えてるみたいです。私はそうは捉えられていません、ちょっとこれ、長引くなというのが私の実感でありますので、今期の営業利益予想5800億なんですけども、た、まあ、多分このくらいはいくんじゃないかと。 で要するに過去最高額更新するということです。来期はさらに上乗せということになるということになりますと、ですね今の株価でも全然その高くはないということなんで、まだ買っていっていいんではないかなというふうに思います。まあ、こういうゲームサイクルですねがあるということです。はい であとソニーなんですが、PS5、今実は PS4 の増産やってません。なんでやらないかというと、ですねこれも巣ごもり需要が短期間だというふうに考えているのと、おそらく PS5 に全力を挙げたいということだろうと思います。ということで PS5、た、えー、多分かなり売れるだろうと思いますで。ネガティブな要因を言うと、イメージセンサー、半導体部分がです、ね、これがスマホカメラの多眼化、大眼化にブレーキかかってしまっていると。 いうことなんですがこれを上回ってゲームがいいということですおそらくここも情報修正あるだろうと思います多分ですねこの楽天証券予想の6700億って書いてますけどこれ以上多分あるだろうと思います、えー、ゲームがー結構いいですねこの第一半期でもゲーム相当大きな利益が出ました、えー、おそらく PS5 結構よく売れるんではないかなと いうふうふに考えております、はい、あと、カップコンに注目してみたいと思います。こういうふうなあの伝統的なゲーム会社ですね、ここもやはりすごもりしおらしきものの影響はあるということであります。あとですね、エンタメ全体で、特に日本なんですけども、演劇とか音楽ライブの,その配信ですね。 これが活発に行われているようになりました。この配信が収益の一つ柱になってくるかなというふうに考えております。まあ、あの実はちょっと今注目しているのがですねあのこれまでに欅坂46とか日向坂46の無観客ライブがあったわけです。これ結構成功したわけなんですけどもあの今度10月の下旬に乃木坂46の白石麻衣さんの卒業コンサート。 これがオンラインで配信があるわけですね。これでチケットがどの程度売れるのか、実はちょっと注目しています。結構大きな数になるようだと、ですねこの配信が収益の一つの大きな柱になってくると、これ、音楽だけじゃありません、映画もそうですね、えー、演劇もそうです、そういうふうに感じておりますので、このあたり、エンタメを見るときの大きな注目点ではなかろうかなというふうに思います。 はい、えー、ちょっと時間相当してまいりまして、申し訳ありません。えーえー、っとこれがまとめであります。まあ、東京エレクトロンアドバンテスト、レーザーテックディスコ、あと書いてないんですけども、えー、っとスクリーンホールディングス、これも買っていっていいかなと思います。あと、信越、サムコ、それから村田、TDK、日本電機、アンリツ、あと、アミューズと東宝、でゲームでいうと、ニンテンドー、ソニー、カプコン、まあ、このあたりの銘柄を上げさせていただきました。 はいえー、ちょっと時間を押しておりますけども、若干、質問をお受けしたいと思います。これまであの書き込みがあった中で、ですねあのお答えしていない、えー、ものがありますけれどもでです、ね、申し訳ないんですが、私あの、楽天の子会社にいるんで、楽天についてのコメントできませんので、申し訳ないですけども、ちょっとご了解ください。 えー、それから 5G の設備投資自体はあ結構あの伸びると思います,、えーっとですねあの。オーバークオリティ高価格ということではないですね。あの結局です、ねこれ、インターネットとかこの通信の <laughs> がどんどん速くなっていくと。 えー、ところがです、ね、コンテンツもどんどん立地化していくんですね、コンテンツもその大容量で、高精細で非常にきれいなものになっていきますんで。 いずれはこれ 5G でもコンテンツがどんどん素晴らしいものになっていて特にこれから配信というものが非常に重要になってくるということになるとですねコンテンツの立地化って多分進むだろうと思いますそうすると多分10年後に 6G と 6G ということになるということですねで ASML とレーザーテックの株価基本的に連動するわけじゃないんですけども ASML があの 上がったときはですね、えー、やっぱりレーザーテックについてはあのいいポイントだろうというふうに思います。あと、えー、日々のですね、日々のについてはちょっと待っといた方がいいと思います。というのはですね、配信が多くなるとしてもですね、やっぱり大規模ライブをやるほどの設備は使いませんので。 えー、そこら辺はあ、まだちょっと慎重に見といた方がいいかなというふうに考えております。ですかね、はい、えー、っと えっとですね、レーザーテックは今の状態でいくと多分7ナノの需要は独占するでしょうね、え。え あのー、KLA が仮に2022年にこの EUV 鋼を使ったマスク血管検査装置の試作機を出したとしても、それは LINE ではあくまで試作機ですから、主力にはなりえません、その試作機に対して、えー、お客さんが、例えば TSMC とかです、ね、サムソンのような大手のお客さんがいろろな注文をつけてくるわけです。でそれををを時間をかけてて手直しをしていくと こういうことをして、やっと完成品となって、えー、量産ラインに装着できるようになるわけです、それに1年ないし、2年は必ずかかえるということです、その時にレーザーテックはすでに量産ラインに入って、その量産ラインからのいろんな知識、経験をどんどん入れることができるということですね、これがこういうふうなテクノロジー系の成長株の姿なんですよ、要するに先行したところがやっぱり優位なんですね、もうこれはしょうがないです。はい ASM は有望だと思います。はい、で半導体銘柄の目標株価は以前と変わりないです。今のところ変えてません。えーとですね、レーザーテックの今の調整というのは、やっぱり業績の鈍化ですね、えー、それがあります。それからもう一つは、この KLA の競合期が22年、なし23年にえ来ると。 これはあくまで試作機だというふうに説明会で社長さんが言ってくれればよかったってなんですがこの試作機だということを言わずに言っちゃったんで2年ないし3年後には競合相手がいきなり現れてしまうというふうに皆さん思ってしまったということです。それはちょっと違うんで、まあ、この3年ないし5年というのは やっぱりレーザーテックの方が、えー、優位性があってあの量産ラインと試作,試作機はやっぱり違うわけです。えー、量産で、えー、どんどんその検査していくにしたがって、えー、いろんなあその、えー、と知見が得られることになりますから、まあ、先行の優位性というのはあ,あると思います。えー、ASM は中国リスクないかというのは ASM は今、中国に出していません。 EUV、露光装置はこれ、中国に今出せません、そ,れその前の段階のやつ、あのー、は出せますよ、あのー、要するに ARF 装置 ARF AR の液晶とかですね、ARF の露光装置は出せるはずですし、実際に出してると思いますが、e、EUV は当面出せませんので、そういう意味での中国リスクっていうのはないですね。 えー、半導体でいうとです、ね、次の波というのはです、ね、あのこのファーウェイの問題、ですね9月15日以降、ファーウェイ向け出せませんというのはもう確実なんで、実際に9月15日以降に、えー、例えば TSMC のラインの状況がどういうふうになっているのか。 あこれが分かるのが10月の中旬に、えー、TSMC の、えー、7月期の決算説明会があります、えー。そこで大体状況が明らかになるだろうと思います、えー。そこまでちょっと今回の調整待たないといけないかなという感じはしますね。えー、で、案実はまだあの中長期で買っておいていいと思いますよ。あのー、まだ来ると思います。 それからね、えーと、液晶と有機ディスプレイ関連、申し訳ないんですこちらの方私、えー、見てません。それはなんでかというと、ですねやっぱり液晶とか有機ディスプレイって、テレビとパソコンぐらいがあ需要の大きなものですね、どうしても過藤競争になりやすいんで、えー、設備投資もその結構、振幅があったりしますんで、あのちょっとそのあたりが。あ 半導体と比べると、ですねやっぱり需要分野が少ないんですよ。で半導体は今後、例えば5年、10年の単位で見ると、ですね工場の分野、あの従来の IT の分野だけじゃありません、工場の分野、それから自動車の分野ですね、こちらの方が相当大きな需要があります。大きいだけに難しいんで、今、立ち止まっているところなんですけれどもね。そういうい意味ではあの えと中長期ではあいいと思います。えー、と結局、TSMC を買っておくのが硬いのでしょうか、それともえっ、ー、とですね TSMC や NVIDIA にかかわらずです、ね、これ、外国半導体に注目しておくのは、えー、いいことだと思いますよ。申し訳ないんですが、NVIDIA の業績の詳細、私あ、まだよく見てません。ただ、えー、TSMC を に投資しておくっていうのは決して私間違った考え方ではないと思いますこれあの今の半導体ロジック半導体のロードマップを綺麗に書いているのは実は TSMC ですインテルではもうなくなってます でサムソンでもありませんサムソンがなんで、危機感を持って TSMC が,がやっているファンドリーに積極的に参入しようとするかというと、ロジック半導体のロードマップを書かれて、それを実現されてしまうと、サムソンはそれに合わせてメモリを作るだけの会社になってしまうということですね、その主導権を取り戻さないといけないというのが、おそらくサムソンの問題意識ですね、まあ、そのあたりがあると思います。 えっとですね、アドバンテストは景気回復で SOC テスター回復しますか SOC テスターの回復はです、ね、あの半導体メーカーが回復するだけじゃなくてそのオンサットの人たちですねこれ結構小さい会社もあるんでその人たちの景況感が回復しないと難しいです、えー、それにはやはり例えば 5G スマホの増産とか パソコン向けが非常にいいとか、ですねそういうふうな現実的な材料が出てくるということが必要になってきますので、まあ、少し時間がかかるのかなという感じはしますけれども、先ほど申し上げたように、築月期の TSMC の決算が出てくると、ですねちょっとやはりまだ雰囲気はまたプラスの方に変わってくるんじゃないのかなと。 いいうふうに思いますあとアル,ファアルパインはですね、今ちょっと苦しんでいるところですね、あの自動車向け、あのスマホ向けはまあまあなんですけども、自動車向けがやっぱり良くないということなんで、えー、ちょっと今パスしといていいと思います。えー、Google のステーディアはですね、はっきり言ってまだ技術が不足してるんです。あのクラウドがが今完全に技術が ゲームをやるのに技術が完全に整っているわけじゃありません。ただ、向こう、例えば3年とか5年で見たときに、クラウドというのはやはり確実に市場として出てきますので、こちらの方はあの長い目で見ると、注目しておいて、えー、いいと思います。で円高はは、ね、半導体メーカーの短期的ななリスクにはなるんですけども あの競争力のある会社、もこれは日本の5社ないし、4社ないし5社ですね、これは円高になっても、その次の期には値上げができます、あと東京エレクトロンは円建円てでやってますんで、直接円高は関係ないということですねはいえーっとですね。 えっと、あと、村田と TDK ではありますが、太陽電は買いではないと思いますがえ、そうは思ってませんよ。えあのただです、ねあの、チップ積層セラミックコンデンサーよりも電池の方があまず足元で好調、えー、かなということで,す、ねえっとですね。ちょっとルネサスについてはあまりよく調べてません。で自動車向けは あの今、足元やや回復はしてきてるんですけども、えーまあ、ちょっとまた難しくなってくるかもしれないと思いますので、えー、慎重に見ておいてもいいのではないかなというふうに思っております。はい ちょっと時間も長くなってまいりましたのでこの辺でお開きとさせていただきたいと思います本日は長時間あありがとうございますやご清聴誠にありがとうございました今後ともよろしくお願いいたします